MLB、ドジャース24マーリンズ、日本時間20日マイアミドジャース大谷翔平投手は19日、日本時間20日、敵地で行われたマーリンズ戦で3本塁打を含む6打数6安打の10打点2盗塁と大爆発。史上初の50本塁打 &50 盗塁、50から50に到達した。試合後のインタビューでは、地元放送局、 スポーツネットロサンゼルスのレポーター、キルステン・ワトソンさんが登場。華やかな緑のワンピースで登場。SNS では、女の人でかいな、インタビュアーのお姉さん185センチメートルぐらいありそうだ、ワトソンさん美人、と改めて注目。そして、いつもと違う、違和感、に視線が集まった。試合後のインタビューで、おなじみ、だが、ワトソンさんといえば、 8月23日、同24日の本拠地レーズ戦で大谷が初のさよなら満塁本塁打を放った直後、同僚が大谷に水とドリンクを浴びせ、隣で巻き添えを喰らい、びしょ濡れの状態でインタビューを行ったことが話題となった。この日も、インタビューに登場すると、大谷とワトソンさんはしきりに後ろを気にするような姿があった。SNS では、違和感2、に、 絶対スポーツドリンクシャワー警戒しとるやろ。バケツが来ないかソワソワチラチラ。全員背中を気にしてる説。カースティン・ワトソンさん、氷水ぶっかける奴らが来ないか警戒してるように見える、と、ドリンクシャワー警戒説が唱えられていた。歴史的一戦をベンチ横で見届けたワトソンさんは、自身の SNS を都度更新し、50本類打ち目を放った際は大谷が、 同僚から祝福を受けている様子を投稿。50、50シーズン、すごいわねと異彩の快挙を称えていた。